先生版タイガーファンディンィグ夢に踏み出せ東大理さんは貸す東大理さんは貸す東大理さんは貸すなんや本田君君は東大理さん以外は貸すって言ったよなだけど俺に言わしたら東大理さんが貸すなんだよ まあ、東大理さんを卒業してる人全部を貸すと言ってるわけではないんだけど、ある一人の人物は、東大理さんを卒業して、なんだかいろんなことやってるみたいだけど、こいつは、本当に貸すだね。まあ、このことについて、どうしても言いたいことがあるので、今日は緊急で動画を回しています。えー、テロップもつかないと思いますけれども、えー、今日、土曜日なんですけれども、え昨、ー、日ですかね。 えー、木曜日の日に、なんかツイッター、まあ、旧ツイッターですね、X を見てましたら、えー、まあ、いろんなことが流れてきまして、その中で、えー、本田くんがですね、えー、ベテランちベテラン中学生よ、知らんけど、そこに呼ばれたんだろうね、えー、動画が上がっていました、YouTube に。えー、で、まあ、あ をいきなりまあね、こういうものに乗じて動画出すやつがいるんだなと思ってえ、どんな動画になってるんだろうと思って見に行ったんですけれども、まあ見た時にですね、びっくりしたんですよ。うちの YouTube の動画がそのまま無断で流れてるんですよね。で、なんじゃこれと思ってですね、すぐに僕はその木曜日の夜にこのベテランチさん、 ベテラン中学生さんに、えー、X で DM を送りました。ちょっと読んでみます。令和の虎主催の岩井と申します。東大まで出てこんな常識のないことをされるんですね。一言断りがあれば全然許しましたのに。無断でこちらの動画を転載された件、弊社顧問弁護士を通じて連絡を入れさせていただきますというふうに、えー、9時54分に入れました。そしたら、 え、日が明けてですね、おとといの夜中ですけれども、深夜1時01分に連絡が来ました。すみません。申し訳ないです。認識が甘かったです。タイガーファンディングの素材を勝手に使わせていただ、いただいた部分に関しては、カットないし、モザイクさせていただきます。ご気分を害してしまって申し訳ございません。はって話ですね。 で、僕はすぐに返しました。いやいや、もう遅いでしょう。こちら、すでに担当動画を取得し、法的手続きを進めておりますと。モザイクふざけるのも対外にした方がいいですよ、あなた。で、しばらくして、40分くらい経ってからですね、まあ、あの、何かの処理をしたのかと思いきや、もう一回見に行ったら、何も変わっていなかったので、まだ消えてないじゃないかと。 まずは即刻動画を消してから連絡してきなさいよということを送りました。えそうしたらですね、昨日の午後3時にまた帰ってきました。すみません。僕以外のチャンネルでもタイガーファンディングさんの動画のスクリーンショットを使っているチャンネルなどもありましたので、そこまでおっしゃられるとは思っていませんでした。申し訳ないです。で続いて、こちらとしては、 時間をかけて頑張って撮影、編集したものなので動画の削除ではなく該当部分の削除のみでお許しいただけないでしょうかって来たんですね。で、今現在この動画は流れています。はい。どう思いますか皆さんまずあの彼がですね、最初に返してきたカットないしモザイクさせていただきます。これまず例えば えとその部分を全カットで流すなら基本的には何の文句もないんですよ、基本的にはね。まあ、あの流したことについては間違いなくこう罪ですけどね。でも、えーと、その処理をすぐするのかなと思ったら、モザイクって意味がわからんでしょう。じゃあ、モザイクかければ流してもいいのかっていう話で、とんでもないですよね、これ、ね。で、その上で、めっちゃ自分本位の言い訳してるんですよ、この人。 ね、まず僕以外のチャンネルでもタイガーファンディングさんの動画のスクリーンショットを使っているチャンネルなどもありましたいやスクショと動画をそのまま流すのは違うでしょうあのスクショするのも本当はよくないでしょうきっとでも基本的にうちの動画を使って配信してるチャンネルって切り抜きチャンネルさんではすごく多いんですけれどもこの方々は全員が えー、ガジェット通信さんというところに、ちゃんと申請を出して、承認を得た上で、えー、流してる。それだけは僕たちは当然許してるんですね。でも、そんなこともせずに、自分は動画をね、あの、流したのにもかかわらず、まるで、スクショやってる人間たちと同等みたいな言い方をして、さらにですよ、俺が、 一番頭に来たのはこの言葉。こちらとしては、時間をかけて頑張って、撮影、編集したものなので。知るかそんなこと、ボゲー、カス。何を言っとるんだ、お前は。お前たちが、どんだけ時間かけて、頑張って編集しようが、お前、悪いのは悪いだろ、お前。何を言っとるんだ、お前。意味がわからんぞ、こら。ん 文句がうなら来いすぐに。今までもうちの動画を勝手に使ったとあるブロガーを俺は開示請求して、開示請求は通って損害賠償の請求してるんだよ今。二千万を超えるお金の損害賠償だぞ。んまあ、その覚悟あるんかおいベテランチ。言いたいことがあったら言ってみろお前。お前 東大の離散出てんだろ、こら。あ東大の離散という、いわゆる偏差値で言えば、日本の最高峰の大学を出ても、ね、A としこいて、こんなこともわからずに、こんなことをずっとやるのか、お前。頭おかしくねえか、こら。あ一回来いや、お前。本当に頭おかしいだろ。誰がどう考えたって、お前のこのヘリクは、 社会的には通用しねえんだよ。まあ、俺がこの動画出したら、またみんなが、なんだそのベテランちって言って、動画見に行くんだろうな。再生回数も増えるだろうな。X もフォロワーが増えるだろうな。それで美味しい思いするかもわからんけど、美味しい思いするだけじゃなくて、お前は絶対痛い目に合わせてやる。あこうやって、臨場商法を取ってくるやつは何人かいるよ。 だけど、それは、ちゃんと筋を通してる人間が圧倒的に多いんだよ。その中で、お前、こっち側に対して、1ミリでも何か筋通したか。筋を通したつもりがあるなら言ってみろ、俺に。おい、ベテランチ。お前、首洗って待っとけよ。以上だ。受験生版タイヤーファンディング、志願者募集中。交通意識もあるよ。 詳しくは概要欄から。